はい、ご存知アイスジグ、ジギングラップですね、メタルルアー2センチと3センチ。こうやって見るとちっちゃいですよね。まあジギングラップ、最大サイズ、これ、あ、違うな、7センチだ、ジギングラップ7センチ、最大サイズよりちょっとワンサイズ小さい方です、説明するのにあんまり物がちっちゃいと分かりにくいんで、これで説明していきますね。アイスジグの中のジギングラップっていうのは、この背中のラインアイレットにラインを結んでいただいて、使うルアーです。まあ、メタル系の、沈むルアーですね。で、これを、足元に垂らして、竿先をツンツンツンと動かすと、上昇の力を受けたアイスジグがここの、プラスチックのスカートに水抵抗を受けてヒュッ上に上昇する。で、ある程度行ったら戻ってきます。元の位置に戻ってきます。反対方向向いて戻ってきます。で、もう一回ここでツンと、アクションを入れるとまたこっちにこう上に上がって、で、また下に戻ってくる。で、これの繰り返し。ですね、堤防の付け根あたりに竿先突き出してツンツンツンってやると、このジギングラップが上に上がって下が戻って、上に上がって戻って、これの繰り返しで、よく見るとなんかこう8の字ですね。水中で立体高速8の字アクションを描いてくれるんで、8の形っていうことで、このアイスジグのアクションをフィギュア8アクションっていうふうに、命名してきました。で、この、まあ、アイスジグですね、特にさっきの2センチ、3センチ、5センチ、小さい方は今からよく釣れるメバル、ですね、メバルを釣るのに結構愛用されています。で、日中ですね、日中影に隠れてる、メバルを狙うときに、このジギングラップの2センチ、3センチ、5センチ。で、これを、例えば堤防のえぐれだとか、船の下だとか、そういうふうなちょっとこうメバルが隠れられる、えぐれ穴、そういう陰影効果、影を作る場所、身を隠せられる場所の近くに垂らして、メバルの頭上でこう動かしてやると思わず食いついてくる。で、そういうふうなアクションで、それをフィギュア8重宝というふうに言ってきました。で、まあアイスジグはいろんな魚が釣れます。アジ、メバル、カマス、メッキ、ハタ、カサゴ、それから青物、マゴチ、ヒラメ、シーバスもですね、まあ、いろんな魚を、釣ってきました。で、まあまあそのちょい投げとか足元に垂らして釣る場合の、それから船に乗っても使えますね。で、そういうふうな場合にかなり活躍してくれた、アイスジグ、それがジギングラップなんですけれど、アイスジグに一つ新しいタイプが仲間入りしました。スナップラップ、今のところ6センチと、8センチ、この2サイズ、が用意されてます。先ほどのジギングラップに比べるとかなり羽の部分が大きくなってます。で、おまけにこの頭の方まで羽の、羽が続いてますね。ボディ一体化してる。で、そういう部分で、水抵抗をさらに受けて軽いロッドワークで、激しくアクションさせることができるようになりました。かなり、羽の部分が大きいですよね。で、それに伴い、まあ、羽部分のその強化にもつながってます。で、もう一つはフックですね、前後それからお腹のフックですけど、防水対策、錆びにくい処理をかなり強烈に施してますんで、どんなに濃い海水のエリアでも、簡単には錆びないように、仕上がってます。で、もちろんフックのサイズもですね、ちょっとジギングラップに比べると大きめになってると思います。つまり、これまでの、アイスジグ、ジギングラップ、それから、まあ、もう一つ WSR、 ジギングシャトラップというのがあったんですけれど、ソルトライト系のゲームであれば、そういうジギングラップ、ジギングシャドラップを使っていただく。で、それでまあ、アジとかメバル、カマス、カサゴかな。そういうふうな、まあ、ライト系の魚を釣っていただければいいんですけど、もう少し大きい魚を、さらにもっと遠投して、
遠くの魚まで狙っちゃおう。でそういうふうなコンセプトで中大型魚をキャスティングメインで狙っていくために、開発したのがこのスナップラップですね。スナップラップ6センチ、上が6センチ、下が8センチです。はい。で、そういうふうにこれまでのフィギュア8重宝に加えてさらに遠くの広範囲、それから深い場所、の中大型魚を、釣っていくっていうことでフィギュア8にさらにこうプラスした楽しみ、それから効果っていうのが加えられることになりましたんで、スナップラップを使ったキャスティングゲーム全般をフィギュア8プラス重宝というふうに、言うことにしてます。でこれでまあそうですね、今からの時期だったら、まあ、ライト系はジギングラップフィギュア8重宝でアジとかメバル、そういうものを釣っていただいて、それから、中大型魚、マゴチ、ヒラメ、シーバス、アオモノ、タチウオで、そういうターゲットに関してはスナップラップ、これでフィギュア8プラス重宝で、狙ってみてください。このスナップラップの使い方ですけど、キャストして着水したらそのまま早巻きでバー巻いてもらうだけでもいいです。でその早巻きでバー巻いてる時にスイッチ入れてトントンと少しこうバランスを崩してやる。でそれで食わせの間を入れて釣っても OK です。で、それから従来のジギングラップと同様に、ロッドワーク、上のロッドワークでもいいですし、横のロッドワークでもいいですし、斜めのロッドワークでもいいです。でもちろん下に向けてのスイッチワークでこれでもいいです。でそういうふうな、ロッドワークが加わると、これまでのアイスジグジギングラップと同様にこのスナップラップも左右にこう激しいダートをして、魚を誘ってくれます。まっすぐの誘いじゃゆっくりでも早くても反応しないっていう魚に対して左右のこのダートを見せるとですね、いきなり食いついてくる。でそういうことがあります。でそれをこのスナップラップで狙ってみてください。でまあ中大型魚といってもそのいろんなサイズがありますんで、あんまりでかすぎる魚に対しては、標準フックの標準装備のフックじゃちょっと、小さいかな、もう少し大きなフックをつけたいなっていう場合は、このフックを外していただいて、大きなフックをつけてもいいですし、もしくはシングルアシストフックをこの背中のラインアイレットから垂らす、もしくはお腹のこのトレブルフックを取っちゃって、お腹の、このラインアイレットから垂らしていく。でそれで使ってみてください。でそれぐらいの水抵抗が増えたところでこのスナップラップのアクション全く崩れません。ただ巻き、早巻き、超早巻き、それぞれにスイッチを入れてあげる、一旦沈めてロッドワークでダートさせる、それから、あとはですね、ダートさせといてゆっくり沈めてあげるとか、ダートさせといてスロー横引き、ただ巻きをするとか、そういうアクションの変化の瞬間に当たりが出ますんで、でいろんな操作方法とリトリーブの方法を組み合わせて、あとまあフォールアップもですね、もう全部組み合わせてアクションどんどん変化させて、魚のスイッチを入れてみてください。で、かなり流行ってきたのがこのアイスジグとかス、ジギングラップとかスナップラップの上に枝張りをつけちゃう。でそれによって、枝張りもアイスジグのアクションを入れてあげる。ダートのアクション、フィギュア8アクション、でそれによって、アイスジグにも食ってくるし、その上の枝張りの例えばワームだったりカブラだったり、サビキだったりで、そういう風な仕掛けの方にも食っちゃう。ワンキャストで何匹釣れるか、もう針の数だけ魚が釣れるって、さらにプラスアイスジグにも釣れてしまう。でこれまでそのメタルジグ、サビキ仕掛けの下にメタルジグをつけてっていう釣り方はありました。それはただ単純にこう沈める、スライドフォールさせる、あとはまあ早巻きするっていう風な誘い方しかできなかったんですけど、それをアイスジグ、ジギングラップの大きい7センチ9センチだったりスナップラップの8センチだったりに付け替えることによってもっと複雑な誘いができて、状況を打破
できる可能性がさらに高まる。でそういうふうな釣り方ですね。まあワンキャストでたくさん釣りたい方、ぜひぜひその鈴なり釣法というのを試してみてください。